プチー。かや。かや。かや、うちないな。かやって何？結構な家庭に普及してるもんなの？隣のトトロに出てくるっていうイメージしかなくて。リアルにこれがかやだよって見たことないんだよね。なんか資料館みたいなとこでは見たことあるかもしれんけど。リアルご家庭で使ってる姿を見たことなくて。あ、キャシーじゃなかった。嬉しい。でも原始的かもしれんけど、かなりいいぞ。多分。蚊が入ってきたかもしれんみたいなやつに悩まされないもんね、多分。プーンみたいな。夜中寝るとき、寝ようとしたときにプーンって言って、なんか気になってあんまり眠れませんみたいなことがなくなるんじゃない？蚊があると。あ、味方がキャシー取ったんだ、最終的に。なるほど、なるほど。ああ、今にの、ウルトジとかにも入ってくれたらすげえ嬉しいよな。あ、そこにいるんやね、兄ちゃん、みたいにできるもんね。まあ、詰めるフランクはいないんですけど。記憶がね、とてもいいけど。超の尺。ここね、巻いてたところ。透過して向こう側を見えるようなところ。もう多分他にもあるんだろうけど。危険な地面に。デジャブか。まあ、今にもあるし。相手、照射つまなすぎじゃね？800ダメージは溜まるか。今に詰めれる。ナイスすぎ。やべっ、おっ、セリスちゃん、セリスちゃん、セリスちゃん、あ、ダメだこれ、見えていない。セリスちゃんから僕は見えていない。あ、そっちの中いる、いたねー。あ、ダメだわ。やべ、あー、やらかした。フリーキルさせてしまった。ウルトとはミスったな、今のは。そう、そのっぽいってないっちゃいないっちゃい。どうしよう。いいね。あ、ダメだった。お、当たった。やれるよ。いいね、ナイス。タミナウルト1個出なら美味しいのでは？そうでもないか。そこそこ使ってたわ。レチリエンス。まあ、一旦安定的な動きができてればいいんじゃないかな。
あ、そうなんですね。僕も、てか僕は昼用にドットにしたんですけど、通常のクロスヘアのあの従順のやつだとジャンプするときにこう、ちょっと開いちゃうから、丸段場とかインチャンとかビーム系のヒールが当たんないんですよ。当たんて当てづらいんですよね、すげえ。どこをね、打ってるのかわかんなくなっちゃうから。ただ、たまに DPS 使ってると点を見失うときがあって あろうことか点を見失うことがあるから、そこはどうにかしたいまであるね。いてー。僕一発しか撃ってないんじゃない、今の間に。無職。感がウルト溜まりそうだな。僕もウルト吐きたいな。出落ちウルトしちゃったから、さっきは。お、当たった。え、なんかすげえとこにいんじゃん。お、いてえ。まあ、ポイント取れたからよしとしたいけど、ちょっとめちゃくちゃ死んでるな、僕。3回も死んじゃってるよ、この前回、この展開で。1ですぐらいが多分普通だと思うんだけど。ここまで攻めれてれば。わかんねえ。いてえ。外した。あ、いてえ。アトラスの攻撃でした、一番痛いのは。ちょっとだいぶ良くないな。落ち着いてな、落ち着いて動こうな。大丈夫だよ、大丈夫だよ。あ、無理に。ありがとう。優しみかな。押せ押せ。バイバイ。すまんねー、この位置の車輪。オッケー。ナイス。オッケー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 。まだ全然チャンスあるぞ。大丈夫大丈夫。まだ落ち着いてやれば。あとタンク2人だから。勝てえけど、まだなんとかなるぞ。いけるいける。ナイストライ。よしよし。いいぞいいぞ。今にウルトも吐かせて、イナラウルトも吐かせて、あとは知らんけど。もう、僕としては買うものは大仏で揃ったんで、あと馬と足ぐらいだと思うんで、安息とかでもいいけど。最近安息積んでないな。
ナイス、あとイナラだけだ。ゼロ距離射撃。ナイス GG。 車輪強いな、いいね。武器量になってきた気がしなくもないけど、ちょっとまだやっぱり甘いところが見受けられますね。やってて見受けられますね。まあでも勝ててよかったということで。ユキユキ巨人すげえな、めちゃキルしてんじゃん。フランクキャッシー、あ、どっちのコロコロだったんだ。クロノス進んじゃってよかったのにな。だったらまあでもよかったね。こんなキルしてんのすごいな。